い、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画はなんとスマホで確定申告を完了できるサービス、かつ仕分けすら必要ないという驚きのサービスが誕生したということで動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営とその他 SNS をしています。またビジネス書を2冊出版しております。すべて概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ一度覗いてみてください。それでは本日の丸投げ仕分けで入力すら不要について紹介していきたいと思います。驚きの簡単さ、丸投げ仕分けで入力さえ不要にスマホで確定申告についてスライドを使って解説していきます。スマホで確定申告、会計が苦手な個人事業主にぴったりな内容となっております。スマホで確定申告が提出まで完了するアプリのサービスがあるんですけど、そちらのサービスになんと新しい新機能が搭載されたということで紹介したいと思います。こちらの驚きの新機能、丸投げ仕分けというものになります。この丸投げ仕分けで、今まではスマホ上でスワイプをして入力処理をしていたものがですね、スワイプの必要すらなくなるという驚きの新機能となります。AI が判断することで仕分けすら必要なくなるというような時代がすぐそこまでとうとうやってきました。これから確定申告シーズンに入ります。毎年の確定申告が憂鬱だなと方、また今年初めて確定申告するんだけどって不安に思ってる方、そういった個人事業主におすすめの内容となっておりますので、ぜひ動画最後までご覧になってください。では早速どんなサービスなのか紹介していきます。タックスナップというアプリで確定申告が完了する、スマホで完結できるというサービスになります。今まではですね、スワイプで会計処理、入力処理をしていました。それが新機能が搭載されたことで、スワイプか丸投げかを選べるようになりました。もともとスマホでスワイプすることで仕事の経費なのかプライベートのものなのかというのを分けるという作業をしていたんですけど、今回新機能が搭載されたことで、そういった手間すらも必要なくなったというわけです。では早速ですね、どんなサービスなのか、そしてこの丸投げ機能というのはどういった機能なのか、次のスライドから順番に詳しく解説していきます。それではまずタックスナップの特徴と、また新機能のこの丸投げ仕分けの特徴を解説していきます。このタックスナップというサービスはもともとスマホで確定申告の提出まで完了できるというアプリサービスでした。もちろんこちらのサービス、青色申告の特別控除である65万円控除にも対応しております。ご安心ください。そしてもともとはスワイプで簡単に仕分けができるということが売りのサービスでした。スワイプすることで仕事とプライベートを分けて処理できるという便利な機能が搭載されていました。そしてこのスワイプ機能はもともと AI が入っています。この AI 判定によってスワイプした処理を AI の方で自動的に勘定科目を判定してくれて振り分けてくれていたんです。そしてこの AI の精度が9割以上という高い精度で自動判定をしてくれていました。もともとスワイプのみで仕分けができるということで、初心者にとってありがたいサービスだったんですけど、さらに今回この新機能が入ったことでより便利に効率的になります。この AI 判定で精度が9割以上あるんだから、そもそもスワイプ必要ないんじゃないというところに目をつけたのが、こちら今回紹介する新機能になります。こちらの新しい機能、丸投げ仕分けというものです。こちら丸投げ仕分けを利用することで、そもそもスワイプする時間すら短縮することが可能になったわけです。このスワイプの時間が短縮することで、そこで余った時間を本業に投下するということができるので、非常に効率化が図れるんじゃないかなというふうに私も個人的に思っています。もともと AI が掲載されていますので、やればやるほど、指示を与えれば与えるほど AI の方が学んでくれます。そしてどんどん学習してくれるので、ますます便利になるという仕組みになっています。では実際にこの丸投げ機能というのがどういったものなのか、画面を見ながら紹介していきます。
こちらが新機能の丸投げ仕分けになります。まず皆さんはタックスマップのアプリをダウンロードしてください。そしてアカウントを作成しなければいけないのでログインをしていただくと画面がね見えてくるかと思います。丸投げ仕分けの画面はこのような表示になります。こちら丸投げ仕分け登録というページに飛んでいただくと、この一番下のところにですねグリーンで丸投げするというボタンがあります。こちらをクリックするだけです。こちらをクリックするとこういった表示に切り替わります。丸投げ仕分け中という表示になります。そしてこちら少し時間がかかるんですけども、ちょっと待っていただくとこういった表示に切り替わります。丸投げ仕分け完了、丸投げした件数と要はさばいた数とかかった時間表示もされます。これは連動しているデータすべて丸投げ仕分けすることができて、そちらの分が自動的にボタン一つで仕分けが完了するという非常に便利な機能になっております。ではこの丸投げした仕分け、いくら AI 判定で9割以上の性能を誇っているといってもですね、皆さんちょっとやっぱり不安な面あるじゃないですか。じゃあどうやって確認をすればいいのか、この後実際の画面を見ながら解説していきます。こちら丸投げ仕分けが完了すると取引一覧で確認ができるようになります。この取引一覧で確認をする表示がこのようになります。こちらが取引一覧になります。こういったように丸投げ仕分けで入力された仕分けがですね、一覧でリストになって出てきます。こちらのリストを見て一つ一つ確認をするようにしてください。では実際に一番上のこの apple.com というのを修正したいな、また中身を詳しく見たいなっていう方はこちらクリックしてみてください。で、こちらクリックすると取引の詳細が出てきます。このように表示されます。apple.com 1080円というふうにあります。こちらで勘定科目が違う場合には変更することもできますし、また仕事用なのにプライベートになっている、プライベート用なのに仕事のものになっているという場合は簡単に修正することができます。こういった修正や指示を出せば出すほど AI が賢くなって学んでくれます。ではこんなに便利なアプリ、新機能が出たということで紹介させていただいたんですけど、デメリットや注意点あるんじゃないかと思う方多いと思いますので、次のスライドでデメリットと注意点を紹介します。はい、こちらのアプリ非常におすすめなんですけど、デメリットと注意点があります。法人は不対応となっております。個人事業主に特化したアプリになっておりますので、法人の方は他の会計ソフト、既存の会計ソフトの方を使うようにしてください。また2つ目のデメリットです。ビジネスの規模が大きく取引が複雑な方、そういった方はこのアプリあまり向いていませんので、ちょっと検討した方がいいんじゃないかなというふうに個人的に思っております。じゃあこのビジネスの規模が大きく取引が複雑な方ってどういった方なんですかというと、例えばですけど海外取引が多い方、輸出輸入があるような方、また高額長期の取引などされている方はビジネス規模が大きくなり取引が複雑な方が多いので、こういった方はちょっと向いていないのかなというふうに感じています。その分サービスはシンプルで余分な機能がついておりません。ですので初心者の方にとってはシンプルで扱いやすいという点が特徴になります。ですので初心者の方や、また起業したばかり、フリーランス副業をしているって方には自分のサイズ感に合ったサービスだと思っていただければいいかと思います。はい、そして次に大事な注意点お知らせします。こちらの丸投げ機能、めちゃくちゃ便利でありがたい機能なんですけども、そしてさらにですね、効率化のサポートもできるということで非常に便利なんですけど、ここだけ皆さんご注意ください。必ずご自分の目で確認をするということが必要になります。丸投げ機能で登録してしまって、その後確認もせずにそのまま確定申告を提出するということだけはやめましょう。いくら AI の判定が精度が9割以上といえてもですね、やはり人間の目で確認をするという作業は必要になってきます。何か間違った処理がされていても、そこはやはり経営者です、自己責任となりますのでご注意ください。逆に確認しないことで損するパターンもあるんです。例えば AI が判定して、この経費本当はビジネスの経費なのにこれはプライベートだろうという推測されて、プライベートの方に振り分けられていたとします。使った経費が事業主仮勘定になっていたというパターンです。この場合はご自分の方で確認をして、経費の方だよというような指示を与えなければなりません。チェックすることによって経費が増えるという時もあります。ですので必ず丸投げ機能を 100% 信用せず、ご自分の目で確認するということは大事なポイントになってくるかと思います。必ず確認をするようにしてください。
以上、デメリットと注意点を紹介させていただきました。しかし、個人的にはですね、起業初期の方、初めて確定申告する方、会計ソフト使ってみたんだけど、難しくて断念してしまったというような方いらっしゃると思います。そして、個人事業主や副業されている方、スマホで確定申告がね、完結するというサービスになっておりますので、ぜひ一度検討してみるといいと思います。では次に皆さん気になる料金について、一体使用料はいくらかかるのかについて次のスライドから簡単に解説をしていきます。料金についてです。こちら、簡単プランの場合、年払いをすると月980円。月払いにすると月1280円になります。詳しい料金についてはですね、タックスマップのホームページの方にこちらの表ありますので、ご自身でご確認お願いします。また、概要欄からリンク飛べるようにしてありますので、ぜひ一度覗いてみてください。今紹介した料金表、皆さん気になってると思うんですけど、簡単プランと安心プランがあります。この2つのプランが一体どう違うのか、次のスライドで簡単に紹介をします。料金についての続きになります。安心プランは何がついているのか、こちらになります。税務調査で追徴されたら、利用料全額返金。これが安心プランにはついてきます。もし税務調査が入って追徴課税が出た場合、その年のタックスマップ安心プランの利用料を全額返金するというものになります。これがついているのが安心プランになります。そしてもう一つ大きな違い、簡単プランの方にはこの機能がついていません。今赤枠で表示したものになります。税務調査のリスクチェック、こちらが簡単プランの方にはついておりません。安心プランのみの機能となります。この税務調査リスクチェックがどういった内容なのかと言いますと、今現状入力した段階で確定申告書を提出するとしたら、税務調査のリスク、どのくらい危険度が高いのか低いのかというのをチェックしてくれる機能になります。こういったチェック機能が欲しい、またもし万が一の時にはですね、利用料を全額返金して欲しいなという方は安心プランの方をお勧めします。今の費用とですね、この2つのプランの違いを考慮して、自分にとってどちらのプランがいいのか検討して参考にしてみてください。次にこのタックスマップどうやって使えばいいのっていうふうに思う方も多いのではないでしょうか。実は私去年このタックスマップのサービスアプリ紹介しております。動画内ではですね、詳しい使い方動画を実際の画面を見せながら撮影した動画あります。また最初の設定方法などもしっかりと解説してますので、興味ある方やタックスマップ使おうかなと思っている方、使い方動画でまとめてありますので、ぜひこちらの動画も参考にしてくださると嬉しいです。こちらの動画は2023年の12月9日に投稿している動画になりますので、一度私の YouTube チャンネルから探していただければと思います。もちろんこちらのリンク概要欄にも貼っておきます。はい、というわけでまとめになります。本日紹介したアプリ、企業初心者や個人事業主に非常におすすめです。経理が苦手だ、また苦手意識が高いという方はですね、非常におすすめのものとなっております。またパソコンを持っていない方、パソコンこれから買うのちょっと抵抗あるなという方はですね、こういったアプリで確定申告が完了できるサービスありますので、ぜひ検討してみてください。またパソコンを使うのに苦手意識がある方もですね、スマホでやった方が自分には合ってるなって方にもおすすめです。そして今無料トライアルということで2週間お試しすることができますので、ぜひ一度使ってみて決めてみるというのも一つの方法かと思います。そして皆様心配しているだろう、他社ソフトからのデータ移行大丈夫なんですかという疑問、他社ソフトからのデータ移行ももちろん大丈夫です。対応しております。データをインポートすると簡単にできますので、他の会計ソフトから乗り換えようかなと考えている方もですね、こういったデータ移行サービスありますのでご安心ください。そして今まで通りレシートの読み取り機能もあります。電車の中、移動時間にですね、スマホでレシートの方を撮影していただくとレシート読み取り機能ありますので、こういった使い方もできます。そして今日紹介したこの丸投げ仕分けという新機能、さらに便利に効率的になりますので、ぜひ一度体感してほしいなと思います。以前動画紹介した中の感想でですね、実際にこのアプリで確定申告ができるというところが非常にいいというような声も実際にもらっております。そして今回再度紹介しようと思ったのはですね、このスワイプすら不要になるという丸投げ仕分け機能、こういった新機能を聞いた時に面白いなと思ったからです。確かにそもそも AI が搭載されていて精度が9割以上ならスワイプする必要はないですよね。そこに目をつけて丸投げ仕分けをなんと完成させたという、この目のつけどころ面白いなと思ったので、本日再度動画の方で紹介させていただきました。
ぜひですね、個人事業主の方、今年の確定申告どうしようかなって悩んでる方、一度ぜひアプリの方をダウンロードして覗いてみることをお勧めします。もちろん概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから飛んでいただいても大丈夫です。税理士川南のオンラインサロンを運営しております。オンライン上で税理士を味方につけるということで、 Facebook の非公開グループで運用しています。メリット特典が4つあります。まず1つ目、質問と相談を税理士にすることができるということです。文章で質問をしていただいた投稿に対して私が文章で答えるというチャットのようなイメージを持ってみるとイメージしやすいかもしれません。2つ目の特典は、メンバー全員起業家のため起業家コミュニティがあるということです。異業種交流ができるということで非常に好評です。3つ目、記事の購読権利が特典としてついてきます。経理や税金確定申告、また SNS の裏側、 SNS の運用方法などなど、平日毎日私が記事を書いているんですけど、その購読権利がついてきます。4つ目の特典は、サロンメンバー限定の特典。定期的に Zoom サロンを開催しております。Zoom 上で私に直接質問相談することもできますし、またメンバー同士で情報交換ができるということで好評です。こちら Zoom サロンもですね、サロンメンバーのみの特典となっております。こちら4つの特典がついてきます。オンラインサロンについて詳細はホームページがありますので、概要欄から飛んでぜひチェックしてみてください。参加の方お待ちしております。YouTube チャンネルの登録もうお済みでしょうか？ぜひ未登録の方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。いいねや高評価ボタン、コメントしてくださると励みになりますので、ぜひお願いします。またその他 SNS もしておりますので、ぜひフォローの方お願いします。はい、というわけでいつも動画最後まで見てくださっている方ありがとうございます。今日はですね、ちょっと面白い仕分けの必要すらなくなるということでですね、 AI によってとうとうここまでできたか、ここまで来たかという面白いサービスあるなということで紹介させていただきました。皆さんの確定申告に少しでもねお役に立てたらと思います。今後もこれからいよいよ確定申告シーズン突入しますので、個人事業主フリーランスに役立つ動画出していきますので、チャンネル登録してお待ちください。それでは本日も見ていただきありがとうございます。事業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。